スモーチェスの奥へと足を踏み入れたイチゴは、待ち受けていたクワトロエスパーがウルキオラの前に傷一つを負わせることもできず敗北してしまう。力尽き倒れたイチゴだが、セスタエスパーダグリル城ジャガージャックは密かに連れ出した織姫にイチゴの傷を癒させる。イチゴとの勝負の決着、それがグリム城の望みだった。再び立ち上がったイチゴはグリム城の望みに応え決戦に挑む。ずいぶん遅かったじゃねえか。
¡Gracias!